皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の数学ミニ連立方程式の応用の1回目、今回はリンゴとみかんの個数を求める問題、これを説明していきます。問題は1個120円のリンゴと1個50円のみかんを合わせて12個買いました。この代金が880円の時、リンゴとみかんをそれぞれ何個買ったでしょうと、こんな問題ですね。連立方程式で式を考えるとき、必ず求めるもの、これを文字にして考えると、これは基本なんですね。ここで求めるもの X と Y 何にするかというと、リンゴとみかんをそれぞれ何個買ったでしょうとあるので、リンゴの個数、みかんの個数、この2つを X と Y にして式を作ります。まずリンゴが X 個と、もう一つはみかんが Y 個と、こう考えて式を作っていきます。リンゴ X 個とみかん Y 個を足すと全部で12個買いましたとあるので、 X プラス Y は12と、こういう式ができます。次は全体の代金880円ですよね。それからリンゴ1個の値段が120円、みかん1個の値段が50円なので、リンゴ全体の値段は1個の120円に個数の X をかけて 120X、 これがリンゴ全部の代金。みかんは同じように1個50円で Y 個買ったので、52Y をかけて 50Y、 これがみかん全体の代金、合計は880なのでイコール880と、ね、このように連立方程式ができます。上を1、下を2としましょう。これで係数を合わせてどちらかの文字を消すんですけれど、ここでは Y の方を消していきたいと思います。Y の係数を見ると1と50ですよね。ですから1の方、これを50倍にして、で2の式を引いてみましょう、ね、50X プラス 50Y イコール12に50分のと600と、そして下に、2の式 120X プラス 50Y イコール880ですね。引き算します。引き算もするとマイナス 70X イコールマイナス280、かけないのでこれ上に行きますね。両辺をマイナス70で割ると X イコール4となりました。つまりリンゴの個数は4個と分かりました。この X イコール4、これを1へ代入します。1の式は X プラス Y は12ですよね。ここのところを4にして、4たす Y は 12Y は12-4Y イコール8となるので、みかんの個数は8です。ここで答えを書くときミスをしやすい人がいます。どんなミスをするかというと、 X イコール4、 Y イコール8と書いてしまうんですね。でもこれ文章題で何を聞いているかというと、リンゴとみかんの個数を聞いていますから、答えのところにはリンゴ、これを4個、ちょっと横には書けないので縦で書きますね。でみかん、これが8個と、このように、ね、それぞれがいくつか、リンゴ4個、みかん8個と、この場合はね、こういう書き方をすると、X と Y そのままで答えにしないと、この部分を気をつけてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。